阿部の右大臣との、ひねずみの川ぬ、九、阿部のみうし、ひねずみの川ぬを入手。右大臣阿部のみうは、宝豊かに、家広き人に手をあしけり、その年来たりける、諸越船の、王ーという人のもとに、文を書きて、ひねずみの川というなるもの。 書いておこせよ。とて、つこうまつる人の中に、心確かなるを選びて、おののふさもりという人をつけて使わす。もていたりて、かのもろこしによる、オーケーに金を取らす。オーケー、文を広げてみて、帰りごと書く。ひねずみのかわぎぬ、この国になきものなり。 音には聞けども、未だ見ぬものなり。世にあるものならば、この国にも,も、てもうできなまし、いと仇、飽きないなり。しかれども、もし、天竺に、たまさかにもて渡りなば、もし、長者のあたりに、とぶらい求めんに。亡き者ならば、使いに添えて、金をば、返したてまつらん。 と言えり。かの、諸腰舟きけり。おののふさもり、もうできて、もう登るということを聞きて、歩み通する馬を持ちて、走らせ迎えさせたもうときに、馬に乗りて、つくしより、ただ、七日にもうできたる。ふみを見るに曰、いわく。ひねずみのかわぎぬ、かろうじて、 人をいだして求めて建てまつる。今の世にも昔の世にもこの川はたやすくなきものなりけり。昔賢き天竺のひじり、この国に持て渡りてはべりける西の山寺にありと聞き及びて、公に申してかろうじて買い取りて建てまつる。値の金少なしと、 国仕使いに申ししかば、オ、OK、ーが物加えて書いたり。今金五十両賜わるべし。船の帰らんにつけて旅遅れ。もし、金賜わぬものならば、かの衣のシチ返し食べ。と言えることを見て。何をおす。今金少しにこそあんなれ。 うれしくしておこせたるかな」とて、もろこしの型にむかいて、ふしおがみたもう。このかわぎぬ、いれたるはこをみれば、くさぐさのうるわしきるりをいろえてつくれり、かわぎぬをみれば、こんじょうのいろなり、けのすえには、こがねのひかりしかかやきたり、たからとみえうるわしきこと、 ならぶべきものなし。火に焼けぬことよりも、清らなること限りなし。うべえ、かぐや姫、このもしがりたもうにこそありけれえ。とのたまいて、ああなかしこ。とて、箱に入れたまいて、ものの枝につけて、おんみのけそう、いといたくして、やがて、とまりなんものぞとおぼして、 歌読み加えて持ちていましたり、その歌は、「限りなき思いに焼けぬ衣川ごろも、たもと川きて今日こそは決め」と言えり。